キルシュナー光線により固定された上腕骨十中、X 線像。キルシュナー光線、あるいは、KY や、KYR、ピンと呼ばれるものは、滅菌され、尖った、滑らかなステンレス甲でできたピンである。マーティン・キルシュナーによって1909年に導入された、このワイヤーは、21世紀初頭においても、整形外科や、その他医療及び獣医手術に広く使用されている。 キルシュナー光線には異なるサイズがあり、骨片同士を保持するために、または骨格を牽引するための固定具として使用される。ピンはしばしばパワードリルやハンドドリルを使用し、皮膚を介して骨に押し込まれる。それらはまたイリザロフ装置の一部に用いられる。カーシュナー線を固定するのに、使い残す破壊ネジの溝がついた軽ワイヤーが製造されている。これらは、 骨が脆い場合を除き、骨がピンからずれることが望ましくない場合に使用される。デナムピンズはまっすぐな太いワイヤーで腹部にネジ溝がある。これらは骨に噛み合うネジ山を必要とする骨格牽引のために使用される。ありがとうございます。